ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、薩摩地鶏炙り焼き四川宮崎2号店です。賑やかな外観、そして提灯が並ぶ店内、活気あふれる中でこだわりの地鶏をはじめ様々な料理が楽しめます。今日はスタッフの皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に元気いっぱいですね。はい、うちのお店が、お祭りをコンセプトにして作っておりまして、内装からスタッフの元気から全てこだわってやっております。おすすめメニューを教えてください。はい、当店の一押しが、薩摩地鶏の一本焼き、薩摩地鶏のたたきとなっております。薩摩地鶏は、鹿児島の地鶏で、旨味の詰まった、ジューシーなお肉となっております。毎日朝どれの地鶏を使っておりますので新鮮に食べることができます。これは贅沢な一品ですね。わあ、すっごくジューシーです。本当にこうスパイスもピリッと効いていて、はい、いいアクセントになってます。はい、そしてこちらについてもお肉の方を薄く長く切っておりますので、お口の中で溶けてなくなるような形で召し上がっていただけます。わ、本当に溶けるようになくなりますね。この2つのお料理食べ比べしていただきたいですね。はい、そうですね。四川宮崎2号店のこびきブルーに合う一品は何ですか？はい、こちら、薩摩地鶏のほうば味噌焼きです。こちらほうばで焼くことによってほうばの香りがお肉につきますので、さらに風味も出て美味しくなります。あー、香ばしいですね。はい、この薩摩地鶏の独特の甘さと調和して何口もいきたくなりますね。はい、味噌との鶏の相性がいいのでさらに美味しく食べられます。ではここでこびきブルーをロックでいただきます。あー、美味しいですね。この味噌の焦げた風味とこびきブルーのすっきりとした飲み口がすごく相性がいいと思います。大人だからこその楽しみ方ですね。はい、そうですね。皆さんも四川宮崎2号店のこだわりの薩摩地鶏ぜひご賞味ください。では皆さんもご一緒に今夜もブルーで乾杯。四川宮崎2号店で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRP 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は高松通りから西銀座通りに入ってすぐ、こちらの看板が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。